次に9番柴田正幸議員。柴田議員。議長の許可を得ましたので通告に従い一般質問を始めさせていただきます。大きな1番、公共交通について。高度経済成長以降の車社会の進展とともに、特に地方では日常的な移動手段として自家用車が多く利用されてきました。その間、公共交通は長期的な利用者の減少やコロナの影響による急激な落ち込みもあり、苦しい経営状態を余儀なくされております。移動手段の乏しい地方において自家用車はなくてはならないものとなっており、高齢になってもなかなか手放せず、その結果高齢者のアクセルとブレーキの踏み間違い事故や高速道路の逆走などが社会問題となっております。高齢者の運転免許返納後の移動手段としてや、学生社会人の通勤通学の移動手段としても公共交通の必要性や重要性は増してきておりまして、地域公共交通が衰退すれば地域生活に与える影響は従前よりも大きくなっているくるものと考えます。本市の公共交通の現状と しましては、紀新線がチャレンジ300人乗車作戦に取り組み目標を達成するなど素晴らしい業績を上げております。その一方で三つ地域におきましては、利用者の減少等の理由から本年9月30日で路線バスの大浦三田網干駅線の廃止再編が決定している状況であります。今後ますます重要性を増してくる地域公共交通について以下のことを伺います。1番、大浦三田網干線廃止後の再編計画についてお伺いいたします。2番、再編後の1日の利用人数はどのくらいを見込んでいるのか伺います。3番、コミュニティバスのダイヤ改正はいつどこでどのように利用者の意見を聞いて反映しているのか伺います。大きな2番、地域防災力の維持強化に向けて、消防団は火災や水害、震災といったさまざまな災害の初動において非常に重要な役割を果たしております。能登半島地震におきましても、自らも被災しながら地域住民の命を守るために、発災直後から避難の呼びかけ、消防隊と連携した消火活動、倒壊家屋からの救助、孤立集落からの住民搬送、行方不明者の捜索、避難所運営の支援などさまざまな活動を展開したと聞いております。一定の訓練を受けた消防団員の確保は地域の命と安全を守る共助の中核として欠かせないものであると思います。少子高齢化社会の中、全国的に見ても消防団員数は減少の一途をたどっており、また平均年齢も上昇しております。現在兵庫県は全国で最も多くの消防団員を抱える地域でありまして、本市でも令和5年4月1日時点で1197人の分団員を抱えていることが抱えていますが、定員に対する充足率は少しずつですが減少を続けている状態にあります。そこで以下のことを伺います。1番、分団員の年齢構成はどうなっているのか伺います。2番、分団員確保のためには活動内容を市民に理解してもらうことが重要かと思いますが、各世代にそれぞれどのような広報活動をしているのか伺います。3番、地元企業への理解を求めるための広報活動はどのようにしているのか伺います。4番、全国的には女性団員、学生団員、機能別団員の増加が見られますが、本市の状況はいかがか伺います。5番、三津地区の滝論南西の水門では大雨のたびに分団員が排水作業を行っています。危険も多いですし、人的負担も大きいと思うが対策を伺います。以上、よろしくお願いします。以上、副市長。9番、柴田正幸議員のご質問のうち、1点目のご質問の公共交通についてお答えいたします。まず、1番目の大浦三田網干線廃止後の再編計画についてでございますが、
議員ご承知の通り、路線バス三田網干大浦線は、本年2月に開催されました辰野市地域公共交通会議において、株式会社ウイング新規から本年9月末をもって休止することが発表されたところでございます。本市としましては、当該路線が休止されると、国道250線沿線の約8キロメートルの地域から直接鉄道駅へ接続できる公共交通がなくなることから、密地域で開催してきた説明会や区長会でのご意見、地域公共交通会議で出されたご意見、さらには本年5月に実施した利用者アンケート結果を勘案しつつ、切れ目のない日常生活の移動を確保すべく、市が運行主体となり、大浦から JR 山陽本線辰野駅に接続するコミュニティバスを10月1日からの運行に向け準備を進めているところでございます。なお、運行計画としましては、通勤・通学の時間帯と既存コミュニティバス南北線の JR 辰野駅への接続のない時間帯に1日7便を運行し、運賃については現行コミュニティバスと同額の一律100円に設定しております。次に2番目のご質問の再編後1日の利用人数はどのくらいを見込んでいるかにつきましてお答えいたします。路線バス三田網干大浦線の令和5年度利用者は1日あたり 23.4 人、1便あたり 1.4 人となっておりましたが、5月の利用者アンケート結果では JR 辰野駅から山陽本線の利用を希望される方が多く、料金も安価で所要時間も短縮されるなどサービスレベルが向上することから、路線バスからの利用転換とコミュニティバス南北線及び市民乗り合いタクシーやかねんちゃんからの利用転換を合わせて利用人数は1日あたり約25人から30人、1便あたり 3.6 人から 4.3 人を見込んでおります。次に3番目のご質問のコミュニティバスのダイヤ改正はいつどこでどのように利用者の意見を聞いているのか、聞いて反映しているのかにつきましてお答えいたします。現在本市のコミュニティバスは市民の日常生活を支える交通機関として運行しており、令和5年度の利用者は1日あたり約265人、年間約7万7500人となっており、利用者は年々増加傾向にございます。ご質問のダイヤ改正につきましては、辰野市地域公共交通会議においてダイヤ改正案を協議した上でダイヤ改正を行っております。ダイヤ改正案の作成にあたっては、利用者アンケート調査や自治会長、市内高等学校長からの要望などに加え、市長対話広場事業や地域公共交通会議におけるご意見、 JR のダイヤ改正などを踏まえ作成いたしております。また近年は市内所在の高等学校への通学手段として多くの高校生に利用されていることから、ダイヤ改正案作成時には高校を通した全生徒へのアンケート調査や登下校時間の確認、学校からの要望などを勘案し対応に努めているところでございます。いずれにいたしましても、市民の日常生活を支える公共交通機関として引き続き利用者に寄り添った安全安心快適に移動できる持続可能な公共交通の確保に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。危機管理官。引き続きまして2点目のご質問の地域防災力の維持強化に向けてのについてのうち、まず1番目のご質問の分団員の年齢構成はどうなっているかについてお答えいたします。令和6年4月1日現在の消防団員数は1180人となっており、その年齢構成は20歳未満は8人で 0.7%、 20歳代は136人で 11.5%、30歳代は311人で 26.4%、 40歳代は431人で
36.5%、50歳代は239人で 20.2%、60歳以上は55人で 4.7% となっております。次に2番目のご質問のどのような広報活動をしているかについてお答えいたします。本年第3回辰野市議会定例会におきまして、14番三木浩一議員の一般質問でお答えしましたとおり、広報辰野による団員募集や20歳の集いでの集チラシの配布、また自治会や消防団員による入団への声かけ、消防出初め式において市民や企業を巻き込んだ広報啓発活動を行っています。さらに消防団員の報酬等の処遇改善や各種助成制度を創設することにより消防団員の確保と養成に努めているところでございます。次に3番目のご質問の地元企業への理解を求めるための広報活動はどのようにしているかについてお答えいたします。全国の消防団員の約7割は会社勤務であることから、地元企業の消防団活動への理解協力は不可欠です。本市では企業その公の責任を果たしている証として消防団協力事業所表示制度を創設し、従業員に消防団員を相当数雇用している事業所や勤務時間中の消防団活動への配慮など消防団活動への社会貢献が認められた企業等に対し消防団協力事業所として表示書を交付し、社会的に評価することで広報啓発活動を図っているところでございます。また兵庫県消防協会が実施する制度で、地域の飲食店や販売店等に消防団員応援事業所として登録していただき、地域で活躍する消防団員等に特典やサービスを提供していただくことで、地域全体で消防団活動を盛り上げ、加入促進につながる取り組みを実施しております。次に4番目のご質問の、女性団員、学生団員、機能別消防団員の本市の状況についてお答えいたします。令和6年4月1日現在、女性消防団員は24人、機能別消防団員は10人でございまして、引き続き消防団員の確保に努めてまいります。なお、学生消防団員につきましては、本市に大学等がないため、その分類はいたしておりません。いずれにいたしましても、地域の防火、防災には、消防団員の役割は大変重要でございます。今後におきましても、地域防災力の維持、強化のため、消防団員の確保に努めてまいる所存でございますので、何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。上下水道部長。引き続きまして、5番目のご質問の三津地区、滝野南西の水門での大雨時の対策を伺うについてお答えいたします。議員ご承知のとおり、滝野網干工場の南西の刈谷第6排水ひ門につきましては、大雨時において、元川からの逆流を防止するためにひ門を閉じることから、雨水の排水ができない状況となっております。当該地区における雨水排水の対策として、排水機場の設置は、その費用が高額となることに加え、元からからの浸透も影響している可能性が大きいことなどから、これまで本市消防団三津地区の消防車両によるポンプ排水での対応をお願いしているところでございます。しかしながら、対応する三津地区の分団員の人的負担の現状を考え、踏まえ、簡易的な排水施設など、現地の状況に応じた有効な手法について調査、研究してまいる所存でございますので、何卒よろしくお願い申し上げます。柴田議員。まず一番最初の質問の公共交通についてなんですけれども、今回、利用者がなかなか、伸びずに、結果、路線バスが廃線となってしまいましたが、
室津地区から鉄道にアクセスできる移動手段を2月にそれを知ったということなんですけれども、そこからしっかりと話し合っていただいて、緊急ではありますがしっかりと切れ目なしに行われるということで、非常にこれはすごくいいことだと思うんですけれども、まず、この開始までの期間、あと残り10日ほどとなったんですけれども、まず周知というのが非常に重要かと思うんですけれども、その周知はどのように、まず室津地区に対して周知はどのように行われているのか、それとまた周知はどのぐらいできたと考えて、どのぐらい周知できたと考えているのかお伺いいたします。副市長。はい、周知でございますが、まず利用者の方については直接、周知して、その大会主催等も聞いております。あと自治会に対しては、自治会長会の方で、室津地区の会長さんのところが集まるところに、行かせていただいて話をして、2回ですかね、周知をさせていただいたというところでございまして、あとどれぐらい、周知されているかというのはちょっとこちらの方では測りかねているところでございます。柴田議員。室津地区はそうなりますけれども、今度三津地区もJR 辰野駅を使うようになるんですけれども、こちらの方も、バス停がいくつかありますけれども、その近隣の住民に対しての周知というのもしっかりされているんでしょうか。企画財政部長。その件につきましては、9月10日号の広報誌で反面使ってこのような記事を載せておりますので、市内全員に、周知をさせていただいたところでございます。柴田議員。公共交通計画の目指すべき公共交通網の中では、三津市から姫路市南西部のバス軸があったんですが、今回のやつで完全に切れてしまうんですけれども、今後どのような交通網を考えて目指していくのか、ちょっとお伺いさせていただきます。副市長。はい、先ほど柴田議員の方からご指摘されたものは、おそらく2022年に作ったものだと思うんですけれども、基本的には、今回、新規バスの方が休止ということにしておりますので、やはり向かっていくのは、基本的には、やっぱり路線バスかなと思っております。ただ、今、休止としている状況でございますので、公共交通ということであれば、タクシー利用が公共交通の中でありますので、その利用という形になります。柴田議員。また、基本計画の中では、マースなど新しい公共、交通サービスの構築に努めるとあるんですけれども、今まで、どのようなことに努められてきたのでしょうか。副市長。はい、マースは1マイルやったかいな、1マイル期間。マースというのは、観光等も含めての話になりますので、当然JR の駅の方から、第一駅からどういうふうにしていくかというところでの話し合いの中でありますので、本市においては当然コミュニティバス、それからデマンド交通等も含めて、充足とまでは言いませんけども、結節点でつないでいるという形で考えております。柴田議員。そのマースとかについてなんですけど、スマホアプリにで目的地を検索して、僕も一度してみたんですけれども、例えば自宅からこの市役所本所に対してしてみると、バス、コミュニティバスもしっかり表示されるんですけれども、そういったものを利用して、例えばそこにさらに乗り合いタクシーをそこでワンタッチで、予約できるとか、そういったことっていうのは導入できないものなんでしょうか。副市長。確かに議員おっしゃるように、本市においては DX を進めているところでございますので、今後そういうスマホのアプリを活用したものについては、導入していきたいというふうに考えております。ただ、デマンド交通の場合、80% 以上が70歳以上の高齢者の方がにご利用いただいておりますので、同時に、
高齢者の方への使い方でありますとか、そういうものも含めて一緒に考えていかないといけないなというのが第一点と、あと今のところ予約は電話、いわゆるオペレーターが電話で予約の方をしていただいているんですけれども、やっぱりオペレーターが、まあ利用される方に寄り添った方法といいますか、どこどこに行ってというしっかり聞いておりますので、ただすぐにそういうようにコミュニティバスの、デマンドの利用をいわゆる携帯等でやっていくというよりも、まあ、そういうところもしっかり残していってですね、利用者に寄り添った、予約の仕方というのをやっぱりやっていかないといけないなというふうには考えております。柴田議員、ぜひ、さあ、利便性の向上に向かっていろいろと試していっていただきたいと思います。また、その3番目のコミュニティバスのダイヤについてなんですけれども、私のところにも、高校生、利用している高校生やその保護者から、もう本当に利用している高校生と保護者ほぼ全員と言ってもいいんですけれども、その人たちから、下校時の時間となかなかダイヤが合わないんで、1時間40分ぐらい、下校時刻から待たないといけないとか、そういった状態になっているっていう意見を非常にたくさん聞くんですけれども、そういったところどのように意見を、先ほど高校からもアンケートを取っているとおっしゃってましたが、それをどのように、施策に反映しようと考えているのかお伺いします。副市長、はい、先ほどアンケートを取ってという形で、発表答弁をさせていただきました。まあ、ただ基本的にですね、コミュニティバスは市民の日常生活を支える、まあ、公共交通機関であるということが、まあ、まず第一点と、それとあと今下校時刻のダイヤと合っていないということでございましたが、実際に、まあ、学校へのアンケート調査において、やっぱり30分ほど延長してほしいとか、それは部活動の関係ですけれども、そういうようなご意見があったことは確かでございます。まあ、しかしながら今のダイヤであっても、まあ、6月ですけれども、北高の方でやっぱり330人の方が、まあ、利用していただいているということが、まあ、現状でございます。それとあとやはりダイヤを変更するというふうになりますと、いわゆる一般の方の利用でありますとか、あと、まあ、JR の連結、それから、時間延長による人の確保とか人件費、まあ、いろんな費用がかかってきまして、まあ、さまざまな影響がございますので、まあ、そういったようなところは日常生活を支える、まあ、公共交通機関の範疇の中で利用していただきたいというふうに考えております。柴田議員、ではそのアンケートを取って、その結果が先ほど言われたことなんですけれども、それを、高校生、アンケートを出した高校生に対してどのように分かりやすく、説明されているんでしょうか。副市長、まあ、高校生の利用につきましては、先ほど言いましたように学校長からもこちらの方に、いわゆる、まあ、要望が出てまいります。当然学校の中での、まあ、スクールバス的な利用になりますので、そこについてはやはり学校の方からしっかりと説明をしていただくのが、まあ、筋かなというふうに考えておりますので、こちらの方から、高校生の方にアンケートを取って、まあ、一番最終日の時間はちょっと遅らせてはしたんですけれども、それについて改めて高校生の方に、学校の方には説明しには行きますけれども、高校生自身に説明するということはございません。柴田議員、高校生本人の話を聞いたときにも、そのアンケートみたいなのを書いた覚えがあるとは言うんですけど、答えが返ってきた覚えがないっていうので、ぜひ学校の方にも働きかけて、辰野高校であったり辰野北高校っていうのはやっぱり地元の高校ですし、将来辰野市を担うような人材もたくさん出てくると思われます。そういったところに丁寧な学生に対して丁寧な説明っていうのが必要だと思うので、学校の方に丁寧な説明をするようにというのは、働きかけはできますでしょうか。副市長、学校の方から、校長の方からも要望が出てまいりますので、それに対しての回答は校長にしっかりとさせていただいておりますので、まあ、学校の生徒さんの方にしっかり説明してくださいということは言わせていただきます。柴田議員、あとアンケートなどを取るときに、まあ、普通に紙媒体で配ったりとかすることが多いと思うんですけど、バスの中に例えば QR コードを貼って直接アンケートに飛ぶような、
そういった仕組みでリアルタイムでも集められるようなことをすれば、リアルタイムの現状が分かっていいんじゃないかと思うんですが、そういったことは導入されたりしてるんでしょうか。副首相。はい、そうですね、こちらの方で研究させていただいて、そういうアンケート調査の方で、まあ、より利用者の方に寄り添ったことができるということであれば前向きに検討させていただきます。柴田議員。そしてあとはそうですね、全体的なこととして、今本市ではだいたい70代が1万1000人で、70歳以上になるとやっぱり1万8700人1万9000人弱ぐらいの方がお住まいになられてますが、全国的に言いますとだいたい75歳を超えると死亡事故っていうのが、まあ、件数自体は年々減っていっているんですけども、割合で言いますと75歳未満の死亡事故の発生率よりも約2倍ぐらい発生していっております。ニュースでも、例えば逆走であったりとか、そういったことのニュース、学生の列に、車が突っ込んだとか、コンビニに車が突っ込んだとか、そういったニュースが多く報道されていますけれども、まあ、その事故の原因というのは多くがやっぱり75歳以上になると操作不適ということで、操作ミスというのが原因として多くあると言われております。本市の中でそういったことがそういった悲惨な事故が起きる前にしっかりと公共交通のさらなる利便性の向上や、利用促進の推進といったこと、免許返納をしてもしっかり安全安心快適に移動できる交通政策をしっかりとさらに進めていく必要があると思うのですが、どのようなお考えをお持ちでしょうか。副市長。はい、高齢者の方のいわゆる自動車事故等につきましてはおっしゃるとおりでございます。本市におきましては、まあ、高齢者の方の免許返納については、免許返納のされた方にデマンド交通を利用していただくということで、そういう事業もしておりますし、あと、まあ、タクシー、高齢者のタクシー事業、それから高齢者お出かけ事業ということで、免許がなくてもタクシー利用の方で、してほしいというような、まあ、事業も実際にやっているところでございます。あとですね、辰野市の場合はですね、まあ、これは神戸運輸管理局の方からも話があったんですけども、うちには、やっぱり JR、それから路線バス、タクシー、その上にコミュニティバス、デマンド交通ということで、地域公共には大変力を入れている市でございまして、いわゆるデマンド交通ですと、自宅まで来ていただいて、目的地、まあ、区域がありますけれども、そこに、行っていただくというような施策もやっておりますので、まあ、よりしっかりと周知をさせていただいて、そういう公共交通を使っていただくという形で、やっていきたいというふうに思います。柴田議員。はい、ありがとうございます。確かにその公共交通に関しては他市に比べてもしっかり充実しているようには思うんですけれども、やっぱり今までずっと自家用車を運転されてきた方に関しては僕もそう使ってみるまではそうなんですけれども、やっぱり移動に対するストレスっていうのが多く発生、移動に関して自家用車で移動するよりもストレスが予約したりだとか時間待たなくてはいけないとかっていうストレスが多少あるんで、それは仕方がないことなんですけれども、なるべく使っていただくためにはまず知っていただく、そういったことが必要になってくると思うので、これからもさらにしっかりと利用促進のために広報であったりとか、使っていただくような施策を頑張ってやっていただきたいと思います。で、次の質問に入らさせていただきます。地域防災力の維持強化に向けてということなんですけれども、まず消防団の定員数というのが基本計画の中でも定められておりますが、これが令和5年だったと思うんですけれども、定員数を1500人から1300人本市では見直されております。西播磨消防組合管内で見ましても、この数字っていうのは特になんかバラバラ で、削減する時期も特に決まっていない、でも各、地域各自治体で少しずつ定員数は下がっている状態なんですけれども、本市では何か基準とか根拠みたいなものはあるんでしょうか。危機管理官。
ですね、消防団員の定数につきましては特に定めはございません。それぞれ人口規模だとか地理的要因だとか そういう要件がありますので定数とは決まって、ね、ございません。であと1500人から消防団員数ですけど1300人に、下げた原因というかその根拠なんですけども、まあ、少子化も進んでおりますし今当時が1200名ぐらいの消防団員がいまして、あともうその1200することも可能でしたんですけども1200になった時に定数を上回ることはできないので努力義務として各団員2名ずつぐらいの努力義務で増やそうじゃないかというような意見もありまして、で1300と定めさせていただいております。柴田議員、また各分団において人数差がかなりあると思うんですけれども、消防団というのは特性として地域密着性であったり要員動員力であったり即時対応力というのを十分に発揮できる状態であることが地域防災力の維持に対しては非常に重要かと思うんですけれども、各地の実情というのもあると思います。若者がいないとかそういったところでも、例えば適正な数を確保して配置していくのが必要だと思うんですけれども、これ適正な数っていうのは、例えば先ほど畑山議員の時にありましたいろんな災害の想定があると思うんですけれども、その例えば山崎断層地震の時の被害想定でじゃあ、初期初動に対して消防団員が何人ぐらい必要であるかといったようなこういった、検討というのはされているんでしょうか。危機管理官、はい、災害によってですね、災害ごとの、消防団員はいう定めあるかということですけれども特にその定めはございません。柴田議員、一度しっかりと検討していただいてそれを根拠に、定員数であったりとかそういったことを決めていくのもいいのではないかと。根拠があることによって例えば消防団各1人か2人集めてくれという感じで集めてましたという感じなんですけども、僕自身も一度消防団長分団長をさせていただいたことがあるんですけれども、その時にうちの分団というのは比較的人数が多かったんですよね。で、まあ僕自身は現状を維持できればいいかなと、50何人いたと思うんで、そういった分断もあると思うので各地域によってやっぱり足りないところをしっかりとどういうふうにしていくかっていうのはしっかりと検討していく必要があると思うんですが、いかがお考えでしょうか。議員官、はい、そういう分断につきましては、まあ、地元だとか、団員分断と含めましていろいろ協議させていただいて、まあ、できるだけ入ってもらうような広報活動だとかに努めていきたいと思っております。柴田議員、ぜひ頑張っていただきたいと思います。また分団員確保のための活動内容、20歳の集いで の広報であったりとか広報を立つので知らせるというのがありましたけれども、もう確かに重要かと思います。そんな中でですけれども、やっぱり今確かに先ほど言われたように非雇用者サラリーマンの、分団員というのが昔に比べてかなり多くなって今70数パーセントかと思うんですけれども、やっぱりその人たち全国的なアンケートの中ではその人たちはやっぱ仕事と両立が難しいであるとか会社の理解が得にくいということで二の足を踏む方っていうのがアンケートの中では結構いられたと思うんです。そうした中でやっぱりその3番目の地元企業への理解を求めるというのが多分重要になってくるかと思うんですけれども、その中で先ほど言われました消防団協力事業所表示制度、これ非常にいい制度だと思うんですけれども、今現在、消防団協力事業所というのは何社ぐらいありまして、例えば数年後何年か後にどれぐらいに拡大していきたいという目標数値なんかありますでしょうか。危機管理官、はい、消防団応援事業所の数なんですけれども今現在6事業所
が登録していただいております。まあ、どれぐらい目標かということなんですけども、まあ、できましたらそれは団員を抱えている重要さが全部入っていただいたらいいんですけども、まあ各どれ、事業所を置いてね、1事業所ごとに大体5名ぐらいおる、事業所についてはそういう事業所として認定していきたいなと、そうです、協力していただいて認定していきたいなと考えております。柴田議員。消防団協力事業所に参加してくださる企業というのはやっぱり消防団に対して理解があると思うんですよ。その結果、若い人にの入団促進であったりとか、実際活動しなくてはいけないときに仕事中でも出動させていただけるとか、そういったことになると思うので、これからもしっかりと着実にこの事業所っていうのを増やしていっていただきたい、そのように思います。そして次の4番、女性団員、学生団員、機能別団員のことなんですけれども、女性団員、24人、機能別団員が10人、学生団員を僕ちょっと勘違いしてまして、学生が分団員になると学生団員になるのかなと思ってたんですけど、学生団員というのは、大学に所属していて、その大学の地域で消防に入ることによる人が学生団員と呼ばれるんでしょうか。危機管理官。市内に、まず市内にですね、大学がありまして、まあ、大学等ですね、がありまして、そこで団に 入っているというか、そういう方を対象にしております。柴田議員。ありがとうございます。認識を改めておきます。まず女性団員24人なんですけれども、これも、西播磨消防組合管内で見ますとやっぱり多い、しっかりと入団促進がなされていると思います。この女性団員に関しましては、やっぱり大きな災害が起こったときに避難所であったりとか、避難所の運営の支援であったりとか、そういった活動のときにやっぱり男性目線だけじゃなく女性目線での活躍が期待されると思うんですけれども、24人のうち確か旧辰野市内が一番多くて20人ぐらいおったかと思うんですけれども、まだ密などでは、まだ加入がゼロということなんですけれども、やっぱり大きな災害があったときにそういった活躍が期待されるんで、しっかり と、どうやって入団していただいたかとか、入団に対する勧誘方法であったりとか、うまいこといく方法であったりとかっていうのは各地域ごとにしっかりとシェアしていただいて、一人でも多くの人に入団していただきたいと思うのですが、そのあたりどのような対策を取られていますか。危機管理官。まず女性と男性の消防団員の業務内容につきましては全然区別はございませんので、男性団員だろうが女性団員だろうがやることは一緒でございます。であと、まあ、どうやって増やしていくかというシェアなんですけども、まあ政府団長会議だとか分団長会議の中でおいて、まあ、そういう辰野市が確かに今20人いますので、そういう所属のところからですね、こうやって増やしたよというようなことを、報告というかさせていただき、していきたいと思っております。柴田議員。すいません、言葉に語弊があったかもしれません、男性女性区別するわけではなく、ただ男性では気づきにくい点というところもしっかりと見れるという意味で先ほど発言させていただきました。間違い出たら訂正させていただきます。ぜひ、ね、女性団員の方も一人でも多く参加していただきたいと思います。そして最後の三津地区の水門の話なんですけれども、これ結構まあ言うたら合併前から多分問題にはなってたと思うんですけれども、その当時はそんなに大きな災害、水害、大型台風なんかも来なかったのであまり出動はなかったんですけれども、近年やはり台風の大型化であったりとかで、非常にここにこの水門に対して出動することが地元では多くあると聞いております。そうした中であそこ土手の上ですので消防車ポンプ車1台と下半1台で、普段は、排水作業を行っているんですけれども、大きい災害の時には確か最大で3分団
他の分団もちょっと応援に来ていただいて、3分団が、排水作業を行っていたということを聞いております。そんな時は、ポンプ車1台と下半3台使って、排水作業を行っていた。しかもまた台風って大概夜に来るんですよね暗いんで、サーチライト1本でその場を照らしながらずっと作業をされていると聞いております。で、地元の副団からもここほんまに危ないんやと、実際消防団員には、ライフジャケットを着ていただいて、カッパを着ていただいて、水位が下がるまでひたすら、5時間も6時間もエンジンかけっぱなしで回しているという現状を聞いておりますので、ぜひできましたら何らか のそんな人的にも道具的にも負担にならないような何か対策っていうのをしっかりと考えていただきたいんですけど、どのようにお考えでしょうか。上下水道部長。そうですね、まずすみません、分団の皆様にはですね、毎年台風の時期に出動いただきまして誠にありがとうございます。お礼申し上げます。上下水、水道部、下水としましてはですね、やはりあそこに、通常でしたら排水機場を設置するというのが、常なんですけども、やはりあの場所につきましては、やはり一番端だというところと、それからその元川の水が下から入ってくるというようなところも、想定されておりますので、なかなか出してもすぐ戻ってしまうというような状況がございます。ですので、ちょっとこの度はもう少し簡易なものとしましてですね、今後ちょっと検討させていただきたいんですけども、例えば今案としまして考えてますのが、そこにですね、水中ポンプを常時入れておいて、で消防車両は行くというよりはもうその場で排水ができるような、早い時期から排水ができるようなところもちょっと検討させていただけながらというようなところで、そういったところをちょっといろいろと知恵を出しながら考えてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。柴田議員、よろしくお願いします。地元の方の分団では悲願のようになっておりますので、ぜひよろしくお願いします。大きな災害というのはいつどこにやってくるか分かりません。日頃の、準備であったりとかが非常に重要になってくると思います。地域防災力の維持強化は引き続き頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。以上で質問を終わらせていただきます。